みんなで、みんなでさ撮ったやん、うん、あのま、鏡越しのやつやんな、そう、あれがほんまに、うん、私たちメンバーでも分からなくて、ありがとう、マスクの色も一緒やしな、ハニャってなったよ、ハニャーだよ、元々からちょっと似とるしね、それ、うん、髪色も一緒やしな、絶対そう、長さも一緒やね、そう、似てるってみんなも、クータもベレー帽似合ってるって、ありがとうございます、マユカ大好きだってさ、ありがとう、斬新ですね、マコさん、私もマユカ大好き、あ、ありがとう、マヤ急にやばくない、これ大丈夫かな、大丈夫よ、まあ、大丈夫かな、うん、リクちゃんこれ見たらピースをこっそりお願い、リクちゃんじゃなくてみんなが見たのでこっそりピースをします、じゃあリクもこっそりピース超堂々的に、こっそりピースとか言ってるみたいんです、ごめん言っちゃあかんかったな、よいしょ、言ってくれてありがとう、最近ね、みんなね牛乳にハマってるんだよね、急にやけ、この前さ、だって牛乳飲みたいなと思ったらニナが全部飲み干したって聞きました、3本、家にあった宿舎にあった3本の牛乳全部飲んだ、やばい、それ以上飲みたらあかんで、なんか成長期になると飲んじゃうんだよね、だよ、あやかあやか、最近のハマってること言いなよ、あ、私はあの絵にハマってるんですよ、あの、あ、オッケー、あ、風邪ありがとう、絵の才能が開花した、いつも元気もらってるよ、ありがとう、自分で言っちゃうの、あやか、絵の才能ありがとう、Thank you、 でもあやかの絵上手かったやん、ありがとう、ピンクいる人、はい、はい、え、待って、そのいいよ、どうぞ、え、お使い、今からもらった赤がちょっと赤じゃなかった、嘘なんかすごい赤だ、なんか朱色って感じ、うん、なんか赤こっちかも、オレンジっぽい、私肌色すごい色になっちゃった、パッパッパーパーパー、え、マジみ、普通に変わらんのやけど、まこちゃん同じ福岡だって、お、福岡ですか、マジ、ありがとう、何々やってた、水筒よ、水筒ちゃん、バリスキーちゃん、水筒よ、水筒よ、愛しとうよ、めっちゃ好きやけん、おーい最近リクがめっちゃ福岡弁上手くなったよね、自然、めっちゃ上手、福岡弁はな、何やけん、何やけん、何やけん、めっちゃ嬉しかった、めっちゃ嬉しかった、マジでリクを、俺もちゃんつけるから、めっちゃ嬉しかった、嬉しいじゃん、もっと頑張るけん、頑張って、可愛いもっと応援よろしく、よろしくけん、応援するけん、なんでもよろしくけんって、なんか違う、つけすぎや、バリバリ愛しそうよ、ごめんよ、私のせい、あ、そうなの、え、ごめんよ、めんごめんご言うの好きにな、何言ってんの、話ね、ね、そう、そんなの聞いたことないけど、めんごーめんご、え、リマだったらわかるっしょ、え、わかんないわごめん、めんごは言わないかも、え、ちっちゃい、だからニナがよう言うのわかるっしょ、あ、わかるわかる、ニナが最近ハマっとる、みんな真剣に書いてて可愛い、ありがとう、いや、のプレゼントだから関西弁喋ってやって、ちょっと関西人じゃないみんな喋りいいから、バリ喋るで、バリ喋るで、あかんで、あかんで、バリ喋ったるで、バリ喋んで、バリ喋んで、リオ関西弁バリ喋って、何してんねん、何してんねん、何してんねん、ほんまにあかんわ、あかんわ、大丈夫、何あかんわ、あやかの S 関西弁聞きたいけど、さっきから結構流れてる、ほんまにあかんわ、リオ関西弁もらってもいい、ほんまに何色がいい、私喋れんから、喋れへんから、喋れへんから、ほんまにかわいすぎ、なんかちょっとどうしよう、違った想像と、えみーもろぴょんぴょん、色ぼもろぴょんぴょんやねんけど、どうしよう、ぼろまあまあまあ、それもそれやん、ねえ、今日誕生日なのでお祝いしてください、お誕生日おめでとうございます、おめでとうおめでとう、今あとのオレンジ、やっぱ4月多いんや、これこれですか、あ、4月多いんですよ、誕生日、みんなあれじゃない、新学期じゃない、あ、そう、そうじゃん、新学期、みんなとミスと学校頑張ろう、エセ関西弁最高って言われてしまった、すいません、エセです、さ、もう標準語が分かんなくなってきた、確かに、逆にね、そうなんだよね、リマってほんまに何語か、みーちゃんもなんでやねん聞きたいですよ、ワイって言えるやねん、すごい、みーちゅーがお互いおめでとうってコメント欄に書いてる、そうだよ、感動、私さ、いつもね、バブルでね、お誕生日の方がいたら多分お祝いしたいことがあるのね、赤終わったら他のファンもお祝いしてくれるので、だからなんかすごいいいよね、いいね、これが？あ、ちょっとこっち、え、残り2分だって、あれ？え、え、え、早い早い早い、やばい早い、こういうの性格で、初授業で爆睡しちゃった、えぇ、頑張ってない、わかる、わかるよ、その心、頑張ってる、何色？薄紫と薄水色欲しいです、リオンに？黄色い？ね、水、ね、水生活
れに行ってプリクラ撮ってなんかワイワイお友達としてはいワイワイしてみたいな超楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか焼肉も行きたくない。そう、ミヒとマイクも行ったけどね。そうやねんな。ニナもマコちゃんとお誕生日でおごってもらいました。よかった、頑張れ頑張れ頑張れ。ニナあれこの前マコちゃんに焼肉誕生日で連れて行ってもらいました。そうですよ。美味しかったです。なんか完成した子からね、この額縁に入れてくださいだって。はい。待って待って。私は完成したから。おいしょ。おいしょ。あ、そう。ちょっと汗。めちゃくちゃ強くて。あれだよね。もしかしてサイン書くの？サイン書きます。書いた？もうみんな。アクリルの上に。いこいこいこ。アクリルの上で書く。アクリルの上にサイン。じゃあ、yes. これを挟んで。え、かわいい。一旦挟むだけにしてね、みんな。まだサイン書いたらあかんねんな。あ、そうなんですね。なるほど。みんないろんな色入れてみた。ミチューだから。やば、私のかわいい。なんかある？じゃあ、あの赤と。ね、私マジでそれ。なんでかわいいじゃん。ちょっと失敗した。なんかちょっと違う。え、そう、あのね、肌色が思った肌色じゃなかった。パジャマライブみたいな。パジャマ紹介したいよ。可愛いパジャマたくさんある。みーはリオニと似たようなパジャマ。そう、でも今私それじゃないの。みんな新しいパジャマ買いたい。そうだった。なんか、パジャマって可愛いのいいよね。そう。あやからぶ。ありがとうございます。今ちゃんのセンスに期待。二重がいるから毎日頑張れる。いやー嬉しい。あ、そう、ペン落ちてる。私がさっき落とした。リクも落ちてるね。よいしょ。はい。どこある？あ、ね、奥ないよ。まあ後で拾っていいかな。うんうん、見ましたよ。よし。はい、完成したみんな。はい、じゃあ、あったかな。お、完成した。もし、はい、じゃあ完成したら私に言って紹介してじゃあ紹介してやろう。紹介してやろう。紹介してやろう。みんなのやつを紹介してやろう。はい、はい、入れました。はい、終わったよ。じゃあちょっとニナこの辺を潜入させていただいて、やっぱりね、私からそういう子から紹介していきたいと思います。はい、ニナ、あ、それかマヨニから紹介する。いいよ、みんなからやるな。はい、じゃあじゃん。じゃじゃん。お、どうじゃ。かわいい。おー、いいね。キナちゃん。ピンクとか緑とか紫とか青とか、かわいい、ね、いろんな色入れてる。黄色とかも。かわいい。かわいらしい。キナかわいい。キナかわいい。いいじゃん。遊ぼうの。いい、遊ぼう限定バージョンのキナちゃん。かわいい。かわいい。かわいい。いいじゃん。いいじゃん。かわいい。かわいい。上手。はい、じゃあ次は、はい、じゃあ私行きます。はい、マヤちゃん。マヤンです。じゃーん。え、うまー。かわいい。かわいい。かわいい。かわいく描いてました。色はそのままなんですけど、まあちょっとかわいく初めて手書きマヤンということで。わー、かわいい。あとマヤン、さすがマヤン。そうだって。はい、ありがとうございます。かわいい。上手でございます。お、上手。いいね。はい、次は私。はい、ミスター。じゃーん。じゃーん。うん、かわいい。ぴょん、かわいい。かわいい。かわいい。ちょっと見えへんけど、ここに遊ぼって書きました。遊ぼ限定バージョンでーす。かわいい。いいね。はい、次。はい、次、私です。はい、まこちゃん。はい、わお、え、いいじゃん。いいじゃん。違うよ、肌色。そう、あやかも言っとった、肌色がちょっと濃ゆすぎて。かわいい。遊ぼのジャケット写真、うんうん、の、あ、ちょっと、あ、確かに。はいはいはい、着せ替えしてみました。かわいい。いいじゃん。はい、いいですね。こんな感じです。はい、じゃあ次あやか。じゃあ私も失敗しちゃったんですけど、なんかちょっとよくわかんない。かわいい。かわいい。かわいい。え、めっちゃいいやん。うん、うまい。みんな可愛いって。うまくなった。いいですね。うまくなりました。上手上手。じゃあ、はい、リマランヌです。じゃーん。もう、かわいい。かわいい。かわいい。ランヌランヌなんだけど、今最近本当にラーメンが食べたくて、ラーメンしか新学期オプションだから、ラーメンにしました。新学期オプション。はい、目からラーメン。目からラーメン。目からラーメン。かわいい。かわいい。はい、じゃあ、かわいい。私は、じゃじゃーん。めっちゃかわいい。ここが普段緑なんですけど、あそぼっていうことで虹色にしてみました。いいね。いいね。うまいね。さすが。うまいです。うまい。ルカ。はい、次は素晴らしい。じゃあリオちゃん。私。はい。私こちら。
ないよ。うまいこれ。うまい。でなんかさっきさなんか福岡弁の話だったじゃん。でなんかそれの名残でウィジュー愛しとうよって感じ。いいじゃん。嬉しいよ。これは嬉しいよ。本当に名残ました。いいですね。はい。じゃあチュチュ。はい。最近あの黄色と紫のこの色合いにハマってまして、ね、あら、だから可愛いなと思って、でりくも大好きやで紹介しましたいい、ね、ありがとうりくん、ありがとう、さつまいも、お口が可愛いカレーの感じがいいな、えいってことですね、はい、これはですね、見ている方にプレゼントするので、はい、みんなそれぞれサインしましょうか、はい、サイン、じゃあ、ペン、そっちでペンやった、あ、あるね。でもみんな絵うますぎるって書いてあるけど思う、なんか20、よかった、結構絵うまい子多いよね、いや、ほんまにそうだよ ね、 そうだよね、上達したよね、みんなあやか、あやかのこの前のね、あれ、ふるさとに見せないよ、ふるさとのね、ふるさとのあれ、うまかったねあのふるさとのめちゃくちゃ上手かったです、風景が描けたかな、うん、はい、はい、じゃあ今回誰が一番ちょっと上手だったか投票して1位を選んでみましょうか、はい、はい、じゃあ、ね、あと私がですねせーのって言ったら上手だったなと思うメンバーを指で指してください、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ行きます、大丈夫です、はい、どうぞ行きます、大丈夫です、大丈夫じゃあ行きますよ、はい、せーの、はい、じゃあニナから名前言ってこ、うん、え、前のニナから、あ、ニナから、ダードちゃん、あ、じゃあ、うん、ラッキャルキャです、ルキャければハッシュタグボード見せてください、はい、どうぞ、はい、お願いします、お願いします、じゃあ見せて、せーの、じゃーん、何書いてある、ハッシュタグ遊ぶアンダーバー20、おお、はい、このハッシュタグをツイッターに投稿してくれた方の中から先中ごめんなさい9名様に、はい、今私たちが描いたイラストをプレゼントするのでたくさん参加してください、はい、はい、20デジタルシングル遊ぼリリーススペシャル動画どうでしたか、楽しかったですか、楽しかった、こうして韓国から SNS ジャックを通じて皆さんとご一緒できてすごく嬉しかったです、うん、楽しかった、楽しかったね、うん、この後もファンクラブ限定企画やアワラウンジリスニングパーティーもあるのでぜひ遊びに来てください、はい、待ってます、ちょっとコメントだけ読んでみよう、そうだね、そうね、うん、ありがとう、了解、誰かなんか、ね、あの麺が可愛いって書いてあった、うん、Thank you、 かわいい、 Thank you、 ルキャーヌだね、だって、ルキャーヌ、ルキャーヌ、ルキャーヌ、カメラの近くまで来て魔法かけてください、ハート、ハート、魔法のハート、はい、なんか誰かが魔法かけてやって、うん、魔法かけてだって、アサーバー、アサーバー、チンプイプイ、スクショタイム最後する、せーの、なになに、スクショタイム最後、せーの、じゃじゃん、せーの、じゃじゃん、はい、はい、ありがとう、はい、早いね、もう本当に早いね、本当に早い、でもすごく楽しかった、楽しかったね、ね、うん、じゃあまた次ね、次ね、またお会いしましょう、お会いしましょう、また会いましょうね、はい。